はい、どうも皆さん、こんにちは。ヨヨンでございます。ともしびの星、難しい、やっていきたいと思います。ということで、続きですね、ゼルダの伝説、エリア、ゼルダの伝説マップ、ゼルダマップをね、やっていきますが、今回で、ね、まあ、ヒット動画で全部クリアできなかったんで、まあ、今回で全部クリアできるといいですね。ということで、前回こちらのマップを、この森をね、クリアしました。で、右上にもホワイトはいるんですけど、あそこへの行き方がちょっとわかりません。まあ、左をクリアすると行けるようになるのか、はわかりませんが、とりあえずなんかね、ゼルダなので、謎を解く必要があるんだと思います。ということで、まあ普通にじゃあ進んでいきましょう。まずはじゃあここから。お、チョッピーですね。はい、チョッピー。行きましょう。お、オート回復デラックスって、ちょっと使ってみるか。セレビーも倒したんで。通常必殺技をよく使うと。あ、食われちゃうんだね。チョッピーに。なるほど。でかっ。HP なんだね。わっ、あっ、食われた。あ、制限時間あるんだね。まあ、夜が来ないうちに倒せと。うわ、食われた。ほら、おい。いや、回復デラックスめっちゃ強いんじゃない？整備強いんだろう。でもそりゃね、ストックじゃねえ、あ、なんだっけ、スロットか。スロット？空きを3つも使ってたからね。3つも使う効果だもんね。そりゃ強いよね。お、超過できるんだって。何になるんだろう。チャッピーが、コチャッピーが超過してチャッピーならわかるけど、チャッピーが超過するって何になるんだろうな。クマチャッピーとかかな。どうなんでしょうね。やってみましょうか。チャッピーが超過。クマチャッピーとかがなんかな。どうなんだろうな。はい、行きましょう。さあ、何になる？ん？あ、でけえチャッピーか。キングって言うんだっけ？なんて言うんだこいつ。クイーンだっけ？クイーンチャッピーか。おー、レジェンドになっちゃうんだね。おー、クイーンチャッピーですね。チャッピーが成長した姿がこれなんだね。一応。うわ、もうモリモリだからな、もう。みんな潰されちゃうからな。はい、じゃあ行きましょうか。ん？ここは何もないな。霧でちょっと隠れてるけど。なんもないよね。最高。お！ランディア。はい、カービィですね。はい。追回復いきましょう。リザードンが4体 ?5 体かな。炎爆発攻撃アップか。なるほど、体力制なんですね。4中、あれ、誰かが閉じ込められてるよ。おっしゃ。おっ、ちっちゃいのいっぱい出てきた。うわっ、1人ずつしっかり倒していこう。あっ、やべえ。うわー、バックシールドもなくなった。よし、ほら、よし、オッケー。あ、これは勝ったな。よし、終わりだ。相打ちしてるね。ランディア、ゲット。さあ、どんどん行きましょう。さあ、森側を。さあ、こっち。さあ、まずこいつってなんて言ってくれるのかな。勇者の訪れを待つものがある。はあ、どういうことなんだろうね。で、上はまださ、ここ多分最後だと思うから、ここ最後行こう。じゃあ、ここ。あ、ジョーカーですね。はい。行きましょう。カムイ様ってね。カムイ様、ジョーカー。投擲アイテムが強化される。はい。ほい。ほい。うわー、このアイテムは関係ないかな。マジか。まあ、これは出れるでしょ、さすがに。危ない危ない危ない。あ、フリーじゃん。おいバン、ほら、いやマジか、うわマジか、パラさんパラさん、ほらよっしゃ、これはでかい。爆発系がなんか結構きてる。うわ爆発系多いか。チューイングボムもあるね。カキーン、イエーイチューイングボムやっぱ爆発力大きいね。アイテムピッチャー、さあ行きましょう。ギュンターはいるんかな、あとフェリシアも。さあこいつは何を言ってくれるのかな。広場を照らす明かり、時を刻む。はあ、なんかその辺もこれか、なんか新しい仕掛けがありそうですね。とりあえず倒していきましょう。はい、マロンですね。さあ行きましょう。ゼルダ相手ですね。パワーアップ、食べ物でパワーアップか。ちっちゃ、うわーい、あ、コッコ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 はダメ。コッコあっちゼルダにやってる。うえーい、コッコのおかげで倒せたのかな。こっちを狙ってなくてゼルダ狙ってたな今、完全に。アイテムシューター OK です。さあじゃあそのままどんどん行きましょう。さあさらにこっち行って A だって。 A 何これ、あわかんないわかんないわかんない。一つつけると消えるね周りが。あはえ、いいの今なんか謎解いたん。適当に今こうボー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 ってつけてたんだけど、なんか合ってたんかな。謎解いちゃったよえ、なんか残念そんなんでいいのかな、いいのかなそれで。じゃあいいか、左行くかまず。こいつ倒してる。お、エルザ行きましょう。シモン相手ですか。メインファイターのピンチで自分にダメージ、回復手段用意して。糸部回復手段今用意した、多分してないよね。あ、神殿ですか。ルキナもいるんですか。うわ、多分両方倒さなきゃダメだよね。うわダメージ食らったね。ほらさあこっち来い、ほらシモンそっち行っちゃう。オッケーシモンオッケー。さああとはルッキーなだけ。うわおっしゃ倒せない。オッケー。さあエルザゲット OK です。さあそしたら宝箱があったんですか。これファイターが1人だね。ここにいるのは誰なんだろうね。まあ、謎を解くと多分あそこもいけるよね。スキルのかけら、お30個、でかいですね。さあそしたら中、こいつをしっかり聞くといいかな。時に囚われた王家の守り手、知恵に通ず。ちょっと意味がわからないですね。松明の日は時を示す。我が語る時を刻め。我が語る時？我が語る時。わかんないですね全然。また適当につけていくダメですね。さっきね、この辺とかなんか開けて適当に回ってたのに、いけちゃったからね。とりあえず、じゃあ、ここの一人倒すか。とりあえず、スピリット全部倒してから行こう。はい、ムートですね。黄金の太陽。クロム相手ですね。あ、このステージですか。このステージなら横に出せればいいけどね。うわっ、お、帰ってくるのお前。あ、そうなんだ、こういうステージだと帰ってくるんだ。そう、横に行って終わりなんかなと思ったら戻ってくるんだね。はい、ゲット。さあ、サクサクいきましょう。謎解きにやっぱり時間がかかっちゃうかもしれないんでね、戦いは程よく。さあ、上行こうか。さあ、こいつは求められるのは知恵と勇気。なんか知恵とか勇気とかいっぱい言ってますね。何を示してんだろうな。お、メタグロス。なんかいそうですね、この辺にメタグロス。確かに。店頭向こう地震があるんだろうきっと。メタグロスだもんな。はい、地震が発生なんですね。メタル化してるんだ。メタルキラー今持ってた？さあ、わからないけど。とりあえず地震が向こうはいいですね。オッケー、オッケー。余裕じゃないですか。さあ、メタグロス。再攻撃強化なんだ。なるほどね。エスパーって感じだね。さあ、そしたら、先進の。お、フレイ&フレイヤーですね。行きましょうか。さあ、リンク相手ですね。ルフレがいるんですか、もう一人。そして、あの曲ですね。すれ違い伝説ですかだっけの曲になってますね。あれ、巨大化してるのこっち。ありがたいや。ルフレもう終わっちゃったよ。はい。オッケー、余裕。フレイ&フレイヤーゲット。さあ、じゃあどんどん行きましょう。そしたら、上？は？え、この霧何？え、もしかして霧開くのここ。え、めっちゃ広くない？そしたら。そういうことか。え、ゼルダの伝説マップ。やばくない？あ、この広さだけじゃないんだ。上があるん？え、このワープホールからさ、出てきた先が、だいたい一つのゲームの世界を、まあ、テーマにしたマップなんですけど、いや、これ広がる感じだな、ここ。え、めっちゃあるやん。やばいやばいやばい。で、ここはじゃ関係ないんだな。え、じゃあ、謎を解かなきゃ。行くところがなくなった。あと上があるか。上、ここもやっちゃおうか、じゃあ。はい、マジカルバケーションの主人公。はあ、はあ、さあ行きましょう。村人が2人ですね。ちゃっちゃと倒していきましょう。あれ、リップステッキなんか持ってんの？いらないよ。いらねえ。うわ、ちっちゃくなっちゃったよ。うわ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 。これで出しちゃおうね、こっち。あ、落とし穴。あ、それもちょっとこれアイテムゲーだな。オッケー、1人倒した。オッケー。うわっ、オッケー。マジカルバケーションの主人公。いいっすね、どんどんいきましょう。さあ、上。さらに進んでいくと、どん兵衛&光。撃墜回復。子供臨界ですね。ゾンエめっちゃいるやん。ほらほら、一人落とした。爆発したね。ほい、オッケー。これは余裕だな。もうよしよしよし。まだ来るのか。全員倒さなきゃいけないのかな。ほい、くそ、綺麗に避けてきますね。うわっ、おい、うわうわうわ、待って、ちょっと待って、適当にやりすぎだな。ハルコから倒すか。お、たまった。いけ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 。よし、誰も倒せなかったか。リリー倒せる？ OK、 村人 OK。 もう一人、もう一人倒せばもう勝ち確。よし、二人まとめて撃破。 OK でーす。どん兵衛&光、超過ができるって。はい、じゃあしてみましょうか。さあ行きましょう。さあ、どんな姿になるのかな。新しい順。うわっめっちゃおやつ L 使っちゃった。マックスになったら早いな。お、これははーい、こうなりましたね。どん兵衛&光、新鬼ヶ島続後編の方になったと。体力強化、エース級まで上がりましたね。さあ、こここいつ。お、ダンバーさんじゃん。ダンバーさん、行きましょう。メインファイターを倒せば勝利。護衛を残しても OK。切り札状態になるんですか。残念でしたね。はい、主力残念。まずいね。こっちが本物か。別に主力は倒さなくてもよかったんだね。まあ倒すことに越したことはないでしょう。あ、嘘だろ。おい、マジかよ。おい、マジでもったいねえな。せっかく主力一瞬で倒せたのに。まあ今みたいな感じで主力は最初に倒しちゃっていいのかもな。とりあえず、最後の切り札はしっかり避けていこうね。わざとお前からも来るの。え、そこで当たるのはまずいよ。まずいね。ダンパーさん、上。まあさっきはたまたま避けられたからね。もう、基本避けられねえよ。相手うまいから。だから、逃げよう。うん、逃げよう。最高。さあ、左に来たらミーが来るんで。うわ、そこでも当ててく。まあこれは普通に耐えるでしょう。はい、オッケー。そしたら普通に2人相手ですね。よし。ででででで、そんなこと言うの。うわ、待って、まずい。左に出される。はい、オッケー。ダンバンさん、剣攻撃強化。オッケーでーす。さあ、そしたら、そこに宝箱あるかな。この宝箱は、お、壁がリンク、壁がリンクか。壁がリンク。これは神々のトライフォースだっけ ?2?2 かなあ、違うかな、その辺だったよね、確か。を超過することができると。あまあいいか。お、これは壁画が出てきました。あ、神々のトライフォース2ですね。合ってますね。リンク。エースになりましたね。武器攻撃強化と。はい。じゃあ OK。そしたら上の、こいつが鍵を握ってるね。こいつは何て言ってくれるか。12時10分。OK。もう分かった。12時10分ね。だから12時だからここでいいんだね。ここで、で10分だから、ここだ。はい、来た。はい、来た。みんな分かった？これ。まあ、多分みんな分かってると思うから、説明する間もないと思うけど、時計になってるね。あそこは、ここは12。1、2、3、4って時計になってるから、まあ、12時と10分のところを、まあ、照らしたら OK っていう感じね。はい。はい、インパが出てきましたね。インパ、行きましょう。シーク相手ですか。チュンディ。モード回復デラックス。めっちゃ強いからね。エースなんで、エースでいきたいね。チュンディめっちゃでも高いよね。レジェンドぐらいあるよね。これでいっか。さあ、シーク相手ですね。行きましょう。うわっ、攻撃力アップか。ワープね。うわー、なにデクの実いけ、そうほらデクの実いっぱいあるね。ほらほら右まで飛ばしちゃったね。はい、あっ食らうか、そんなもの。掴めれば終わり。はいはいくそ、うわまた左生かしちゃったよ。うわ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 食らえ。これで終わりだ。ここで左に出して終わり。オッケー。さあ、インパゲット。これで、また、あそこの岩が崩れるかな。テレルルルルルルルンつって。崩れますね。うえーい気持ちいい。さあ、行きましょう。最初何だったんだろうな。なんであそこ、最初がよく分かってないね、いまだに。じゃあ、まあいいか。行きましょう。お、ユクシー、エムリット、アグノム。スモールミュウツーたちか。必殺技パワーアップ。はい。エース級ばっかだね、もう。ミエンミエンでいくか。撃墜回復でいいかな。スモールミュウツー。ほらあ、てか、なんか、色がそれっぽくていいね。よくできてるね。うわ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 、一人倒したい。うわ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 くそ、うわやめろ、ファイヤーフラワー。くそよし、ほいほい、オッケー。回復したの相手、マジか。うわーくそ、うわうわうよし、 OK。 さあもう OK です。一人に負けるわけがない。くそ、終わりだ、終わり。 OK、 完璧な勝利だね。今かっこいい回りよ。さあ、ユクシェムリットアグラム再攻撃強化なんですね。さあ、そしたらファイター誰なんでしょうね、一体。ゼルダシリーズはほぼもう集まった。ガノンはいないかな、まだ。シークとかか。じゃあ行きましょう。あ、ゼルダなんですね。ゼルダ、ついに。でも真ん中にいるのガノンとか、あとシーク。多分ゼルダシリーズ全員ここに集まる感じかな。さあ、1万か。だいぶ高いね、裏の世界のファイターたちは。スーパーソニックでいいかな。さあ行きましょう、ゼルダ。はい、ほい。あ、うわっ、ほい、ほらほら、ほい。ウサギって取れるんだ。うわっ、くそ、いい勝負ですね、ゼルダさん。上からメテオのパンチが飛んでくるって怖いよね。さあ、いい勝負です。このまま出しちゃおう。クソ、ああ、クソ。 OK、 うわ、クソ、うわ、マジか、畜生。ゼルダの後ろ蹴りは強い。ゼルダの後ろ蹴りは強いわ、マジで。はあ、ほら、ほいほい、後ろ蹴り、ほい、奥、ほら、そして蹴り。いいね、蹴り。くそ、これで終わり。蹴り、ここ、くそ、避けたね。ウィスマー、ビームソード出てきた。もう終わりでしょ。はい、はい、うわ、マジか、捕まった。オッケー、危ねえ。あれ使われてたら結構危ない。さあ、ゼルダ参戦、ありがとうございます。さあ、そしたらこれでゼルダの伝説マップはほぼほぼ終わりかな。さあ、トライフォースがもう一つ、二つになった。そしてあ、すごい崩れる。おお、これで OK だね。あとはないよね、なんも。大丈夫そうだね。さあ、じゃあ真ん中だね。あとはここだけだよね。あ、そうだ、あとあそこか。あれ、あれどうやって行くんだ、あれがまだわからないな。まあ、とりあえずわからないので、先こっち来ちゃいましょう。こいつなんつったっけ、勇者の訪れを待つものがある。はあ。さあ、じゃあ行こう。誰だろうな、シークとかかな。ソニック、ソニックこんなとこいるん。まあ、悪空の使者では一番最後に登場してきたソニック。そして今回のここでは、ゼルダマップへ封じ込められてしまったソニックですか。ソニックのマップはないんですね。9800。みんな高いねー。ゼルのやつでいいかな。1000ぐらい離れてるけど。まあ大丈夫でしょう。セガなんかに任天堂が負けるわけない。マリオがソニックに負けるわけないだろ。行くぞ。わあ。ほら、おい、くそ、逆だったか。オッケー。あっけな、セガあっけな、ソニックあっけな。オッケー、ソニック参戦。さあ、そうすると何か起きる？変わらない。ソニックかやるぐらいで変わんないから。さあ、ヒルダ。ゼルダ相手ですね。倒しちゃいましょう、これも。アシストフィギュア出してくるわけですか。リンクもいいのかな。これもリンクか。え、なに、誰？ナイトメア？なんてナイトメアが来んだよ。見えねえよ、おい。やった、見えた。何もしねえな。いや、見えなかっただけだよ。おい。うわっ、あれやばいよね、後ろ蹴りが。本当にファルコンの膝蹴りぐらいあるよ。うわっ、やっぱ危な、スマッシュ食らったわ。さあ、ここへ子供リンク掴みます。うわっ、危な、食らえ。もう子供リンク即座に逃げてったね。上に行くか。ウサギついてんのか。まあ、ここにいれば長期戦になるね。ほら、オッケー。おい、オッケー。よーし、ヒルダーゲット。さあ、これでマスターソードのところへ行けるのかな。もう一人ファイターがいるのかな。さあ、じゃあこのファイターは誰なんでしょうか。ガノンドルフか。ガノンまだゲットしてないもんね、確か。ガノンだろうな。で、あそこにシークかな、じゃあ。行きましょう。クラウド、クラウドなん？セガと、何？スクエニ？なんでソニックとクラウドがいるの？ガノンってゲットしたっけ？もう出てないよね。うん、出てない。ガノンじゃないんだ。じゃあ右上にガノンかな。んてか、シークはもうゲットしてあるよ、そういえば。シークは最初の方にいたっけ、そういえば。いた気がするな。シークいるか。シークゼルダいるね。じゃあゼルダで出てないのはトゥーンリンクもいるから、ガノンだけか、やっぱり。じゃあ右上にガノンなのかな。ということでクラウドみたいですね。さあ、じゃあマスターソードを抜きに行きましょう。強っ。11200、やば。ジェームズで行くか。まあ、数字がどんなに離れていようと。いや、どんなには嘘だわ。そこまで離れてなければ、まあただのファイター同士の対決ならね、いけますよ。コンピューに負けるわけがない。普通の何の効果もなし、対人戦じゃないんだから。いろんな効果があるから難しいんだよね。ファイター戦は特に何も効果もないからね。うわ、お、バナナガンや。おい、ほら行ってこい。あ、くそ、抜け出すのが早いね。うわ、食らった。おい、ほい。ファイヤーフラワーうざいから捨てとこう。危なっ。よし。うわうわうわ。危なっ。あ、くそ。うわーマジかよ、負けたわ。負けるわけがねえっつって負けるからね。ダメだわ、もう。なんかもう、それがもう普通に死亡フラグだった。負けるわけねえんだよ、つって。死亡フラグだった。でも、スマッシュ当てても 8% か、やっぱ。数字がだいぶ離れてるからね。もうこの先サポーターもつけていかないとダメかな、ファイター戦でも。数字が離れてるからな、普通に。普通にダメージが通りにくい。よし、いいぞ。ほらうわっくそ。そんなもん食らうか。抜け出せ早えな。ほらオッケー。くそ、負けるわけはねえよ。クラウド参戦やったぜ。さあ、そしたらこれでクリアなのかな。マスターソードをどうするのか。お、抜きます。マリオが抜くのか。お、抜けたおおはあ、マスターソードが輝き大地を覆う闇を打ち払った。あ、こんなマップになってたん。右と左と上かやば、ゼルダマップ広すぎでしょ。これ全体マップがないからさ、開けないんだね。うわー、上があんのか。やば、あそこに、あ、あれがガノンだろ。絶対あそこガノンだろ。もうファイターめっちゃいるね。あ、で、ここで、トライフォースがあと1個上のやつをやれば、トライフォースもう1個完成するんだね。あそこじゃまだわからないな。あそこ全部やったら開くのかな。もうちょっと今回もうちょっと見てみるか。見たけどな、結構。どっか行けるところある？これとかがなんかわかんないんだよね。友を待つ少女の思い。勇気に通ず。この辺だからね。いやー、わからねえなー、これは。動画内でしっかり解きたいしね。この辺いけない？動画外でさ、解いちゃうときあんだよね、たまに。あ、スマブラに限らず。こっち関係ないもんね。動画外で、あ、いけちゃったっつってさ。そういうのやだよね。やっぱ動画でしっかりね、あ、来た、いけたってなりたい。でもわからねえな。多分まだなのかな。上をクリアしてからはなんか開くのかな。でも森の中にいるから多分森の中で何かするんだと思うんだけどな。まあ、今回はじゃあ左側のエリアクリアということで。じゃあ次回上ですね。まだまだ続くですね。さすがゼルダエリア。めちゃくちゃボリュームたっぷりです。ということでじゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。